皆様お待たせしました。これより対談信長公のおもてなしを極めるを始めます。それでは先生をご紹介します。はじめに先ほどご講演いただきました東京大学資料編纂所教授金子平久先生。続きまして京都外国語大学非常勤講師東郷博秀先生。東郷先生は福岡市のご出身です。京都外国語大学大学院ポルトガル語学専攻修了後、現在は京都外国語大学、大阪大学外国語学部、神戸市外国語大学、龍谷大学の非常勤講師としてご活躍でいらっしゃいます。また司会は岐阜市岐阜魅力づくり推進部文化財保護課長の高橋正則が担当します。それではよろしくお願いします。はい、それでは対談ということで信長公のおもてなしを極めるということをテーマに、今日はご講演いただきました金子先生と東郷先生をお招きしまして、2人に対談をしていただきたいと思っております。司会を務めさせていただきます文化財保護課高橋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。改めましてですね、私の方から先生のご紹介をさせていただければと思っております。先ほどご講演いただいた金子先生ですが、ご存知の方も多いかと思います。織田信長、秀吉の時代の研究がご専門ということで、信長研究の第一人者ということで、ご活躍されております。実は平成27年度に開催いたしました第8回の信長フォーラムにもご出演いただいたということでして、なんと8年ぶり2度目のご出演ということでございます。平成29年に戦国おもてなし時代という私ちょっと今持ってきてますけれども、こういう本を執筆されておりまして、いつかですねこのような内容でお話しいただきたいと思っていたところ、ようやく本日ですねそれが叶ったと、こういうことでございます。また東郷先生ですが、16、17世紀の日本と欧州の交渉史、ポルトガル語学というのがご専門ということですが、フロイスの日本史という本は皆さんご存知の方が多いかと思います。そのフロイスの日本史の翻訳をですねされたことで有名な松田喜一先生、川崎桃太先生の両先生に学ばれまして、16世紀、17世紀、ユズス会、日本書簡集、日本報告集ですね、の翻訳に携わられたほか、ご著書としてですね、日本の南蛮文化、マカオの歴史、南蛮の光と影、こういった書籍もご出版をされております。私自身もですね、フロイスの記録の原文の分析というのを以前させていただいたことがあるんですが、その際の先生の翻訳を、かなり引用させていただいて、非常に勝手に尊敬を申し上げているということでございまして、今日はこの素晴らしいお二方にですね、お話を伺っていきたいということでございます。ちょっと前置きが長いですが、最初に話に入る前に、簡単に、今日のテーマのおもてなしのお話を、私の方からさせていただければと思います。本日の、テーマでありますおもてなしでございますが、文化庁が認定する、日本遺産というものに、認定されておりまして、今日は冒頭の説明でもですね、
あったように、信長がですね、意外にもこの岐阜で、手厚いおもてなしをしていたと、いうことで、まあ、記録としましては、5人の人の記録がよく知られているよと、いうことです。武田信玄の使者の、秋山虎重、京都の公家の、山科時継、堺の、茶人商人の津田宗久、そして、イエズス会宣教師のルイス・フロイスや、フランシスコ・カブラルと、まあ、こういった方々が、来られまして、まあ、今画面に出しておりますけれども、お客様、来訪、岐阜に来訪した お客様がですね、まあ、家臣のおもてなしを城下町で受けることもあるんですけれども、まず山麓の館でですね、信長公と対面したり、食事をしたり、まあ、お茶を飲む、あるお客様は山の上に招かれて、山上の展望を楽しんだり、食事をしたり、音楽、夜囃子を聴いたり、城内の見学をする、あるお客様は長良川に招かれて、鵜飼を見ると、まあ、こういった、まあ、おもてなしを受けたものと。いうことでございますが、本日はこの、日本遺産の物語の根幹であります、戦国時代、信長公のおもてなしについて、3つのテーマで、お話を伺いたいと思っております。で1つはですね、まずは1つ目、宣教師が見た、日本で、2つ目には、日本のおもてなし、信長の方のおもてなしと、で3つ目は、それのまとめということで、信長のおもてなしを極めると、こういった、流れでございます。でそれぞれですね、金子先生には、まあ、国内の資料の観点から、東光先生には海外の資料の観点から、語っていただければと、思っております。先ほどあの金子先生に、まあ、ご講演いただいたわけですけれども、まずですね、東光先生の方から、宣教師の目から見た日本ということで、少しちょっとミニ講座的にですね、ちょっと長めにお話をちょっといただければなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ただいま紹介ご紹介いただきました東光博秀です。どうぞよろしくお願いいたします。今、まあ、長めにと、おっしゃったんですけども、まあ、時間の都合もございますので、お話が長くならないように、原稿を読ませていただきたいと存じます。ご来場の皆様には、お手元のですね、信長公のおもてなし、西欧側の視点、と題しました、プリントをですね、ご覧になりながら、お聞きいただきたいと思います。それでは、宣教師から見た日本ということで、まず、貿易と布教について、大まかにご説明申し上げます。1543年ポルトガル人が鹿児島県の種子島に漂着し、鉄砲を伝えた。これがヨーロッパ人最初の来日とされています。ただし初来日は1542年とする説もあります。いずれにしてもこれ以後、日本とポルトガルの間で直接交渉の時代が始まり、およそ1世紀にわたって展開します。今日両国の間で行われた貿易は南蛮貿易と呼ばれています。ポルトガル側からすれば、西欧国の中で最初に日本に到達したことから、独占的な権限を持って行われた貿易でした。他方、遅れて1549年にフランシスコ・ザビエルが初めてキリスト教を日本に伝えます。彼とその後継者たちが行った布教も、また貿易と同様、ポルトガル国王の権限下によるものでした。しかし彼が属していたイエズス会という修道会には、ポルトガルだけでなくスペインやイタリアなどの出身者もおりましたので、日本の布教は主にそれら3カ国の宣教師によって行われたわけです。そして貿易を行う商人や船員の活動がほぼ九州の港の周辺に限られていたのに対しまして、宣教師は西日本各地で布教を行い、後には東日本にまで活動を広げ、さまざまな階層の日本人と深く接触しました。日本が貿易を通じて受け入れたものも少なくありませんが、
我が国に多様な西洋文化を伝えたのは宣教師たちです。すなわち日本人にとって歴史上最初の西洋との出会いは南ヨーロッパ3カ国の人々との出会いに他なりません。実際にはポルトガル語を介して西洋の文物を受け入れたと言えます。英語が日本人にとって重要な外国語になるのはまだずっと後のことです。日本の布教を独占したイエズス会は1540年にローマ教皇から認可された若いカトリックの修道会です。ザビエルはその創立メンバーの一人であり、世界布教を旨とし、ローマ教皇の命令があればどこであろうと宣教師が即座に赴く機動力の高い修道会でした。そのためイエズス会は各地に散らばる宣教師たちの精神的な絆を深め、団体としての統一を保つためにお互いのことを知らせ合う通信制度を会の発足当初から整備していました。したがって各宣教師は定期的に本部に布教状況と現地情報を報告する義務を負っていました。それゆえ日本からも毎年報告書が本部のあるローマに送られていたのであり、そのおかげで今日膨大な数の報告書館が現存し、戦国時代の我が国を知る記録として利用されています。ところでその時代ポルトガルは海外進出において貿易と布教を表裏一体に進めていましたが、日本においてもそれは同様でした。すなわち毎年夏になると船でやってくる商人は日本の事情に疎いために布教活動を通じて事情を知る宣教師の指示を必要とし、宣教師たちの方はキリスト教に好意を示す領主の港に船を誘導するといういわば貿易の仲介者でした。しかし宣教師にしても船を持っていたわけではないので、移動や通信連絡を商人の船に頼らざるを得ず、宣教師と商人は密接な関係にありました。続きまして宣教師ルイス・フロイスについてです。今日日本で一番知られている宣教師といいますと、まあ、ザビエルを除けばポルトガル人イエズス会士のルイス・フロイスではないでしょうか。1563年に来日して以来、1597年に長崎で亡くなるまで西日本各地の布教に従事し、日本語を理解するとともに豊富な経験を持つ宣教師でした。彼が書き送った報告書は他者を圧倒するほど多く、ヨーロッパでもその名を知られていました。今画面に映っております、この写真ですが、これは彼が1563年に、初上陸した場所ですね。それは現在の長崎県西海市の横瀬というところなんですが、まあ、ちょうど海を挟んで対岸に佐世保市がありまして、まあ、つまりハウステンボスがあるところですね。その横瀬というところに、初めて上陸したんですが、当時そこは横瀬浦と呼ばれていまして、でその、現在、横瀬にですね、まあ、このような、記念公園が、横瀬浦公園といいまして、記念公園が、立派に整備されておりまして、その近くに、このルイス・フロイスの銅像がございます。ホームページ上にも、紹介されてますので、また、関心のある方は、検索、してみてください。続けます。で、フロイスは特に、織田信長とは外国人の中で最も多く面談を重ねており、それに基づく信長の人物描写の記述は日本の資料に見られないと言われるほど詳細です。本日のフォーラムにおいても彼の書いた書簡や著書の日本史、
また日本とヨーロッパの文化の違いを記した日欧文化比較、まあ、先ほど、金子先生の お話の中にも出てきたと思います。この日欧文化比較、などから、今日も多く引用することになるかと思います。続きまして、宣教師の日本観ですが、日本についてまず最初に日本へ来たザビエルは次のように報告しています。人々は賢く思慮深く道理を愛して知識欲にあふれている。また異教徒内では日本人に勝る国民は他にない、甚だ親しみやすく一般的に善良で悪意がない、驚くほど名誉を重んじる、まあ、非常に褒めてくれているんですけど、まあ、初めに異教徒内ではと断っているところは少し気になるところではありますけども、はい、それから、文化、儀礼、習慣においては多くの点で言葉では言い表せぬほどイスパニア人よりも優れている。これはルイス・フロイスが、京都から書き送った書簡に記されているザビエルの言葉です。日本から帰ってきたザビエル、ちょうどその時、インドには、フロイスがおりましたので、おそらく直接帰ってきたザビエルから聞いた言葉なんだと思います。フロイスは、京都から、書き送った手紙に、まあ、このように、ザビエルの言葉を記しています。すなわち日本人はスペイン人より優れていると非常に高く、ザビエルは評価しているということですね。最もザビエルが滞在したのはわずか、2年3ヶ月でして、浅い経験ながらこのように褒め言葉を書いたのは、今後の日本布教に明るい兆しがあることをヨーロッパの人々に訴える必要があったのかもしれません。またザビエルが去った後、布教の指揮を引き継いだトルレス神父もやはり日本人の優秀さを称えており、両者は日本の風習に応じた布教方針をとっていました。トルレス神父も日本人の優れたところを書こうと思えばインクと紙がなくなるであろうと、まあ、そう書いています。はい、ところで、それからおよそ20年を経て、日本布教長となったポルトガル人のフランシスコ・カブラルは以下のように説いています。私は日本人ほど傲慢で貪欲で不安定かつ理想的な国民を見たことがない。日本人の中では胸中を誰にも打ち明けず読み取られぬように隠すことが名誉なこと、賢明なことと考えられている。まあカブラルも日本人の本音と建前ということが理解できなかったんだろうと思います。カブラルは1572年に織田信長の岐阜城を訪ねることになりますが、実のところ彼はヨーロッパ中心主義的な考えを持つ宣教師でした。まあ、この日本にもヨーロッパの優れたキリスト教文化をですね、キリスト教社会をこの日本でも実現するんだと、まあ、そういう考えであったようです。そして日本人を軽蔑し日本の風習に従うことなく教会においては西洋の習慣を実践、布教については中央の権力者こそ世俗の最も強力な宣教師であると述べていたと、言います。ザビエルの考えとは対極にある人でした。また他方、そのカブラルと同じ船に乗って来日したイタリア人宣教師オルガンティーノは次のように記しています。日本人は全世界で最も賢明な国民に属しており、彼らは喜んで理性に従うので我ら一同よりもはるかに勝っている。我らの主なる神が何を人類に伝えたもうたかを見たいと思う者は日本に記載すればよい。彼はカブラルとは正反対の極端な日本美意気でした。日本を我が花嫁のごとく愛するとまで言うほどです。このように来日した宣教師の間に相反する日本観が見られるのは、日本が西欧とあらゆる点で大きく異なっていたことに起因しています。信長の晩年に渡来したイタリア人宣教師
アレッサンドロ・バリリアーノは次のように述べています。日本人は他のすべての国民とは甚だしく異なった儀礼や風習を有しており、まるで他のいずれの国民ともいかにしたら順応しないかを故意に研究したかと思われるばかりである。これに関して生ずることは想像を絶する。事実、日本はヨーロッパとは全く反対に走っている世界である。この日本銃殺機というのは、彼が初めて日本にやってきまして、日本の布教状況を銃殺しまして、そして、1583年、それはちょうど、本能寺の変が起きた翌年になりますが、ヨーロッパに宛てて書いた、銃殺報告機、ということです。当時これは極秘扱いにされていた、報告書でして、その内容は日本語で読むことができます。日本銃殺機というタイトルですね。これには非常に当時の、イエズス会が日本で抱えていたさまざまな問題が赤裸々に綴られておりまして、ぜひご一読ください。さらに、日本人は我らヨーロッパ人よりも優れていると認めながらも、日本人の悪い点を5つ指摘しています。すなわち1つ、色欲上の罪にふけること、難色のことです。2つ、主君に対する裏切り。3つ、本心を偽り装うこと。4つ、甚だ残忍に軽々しく人間を殺すこと。5つ、飲酒と祝祭、教員に陳腐することです。これら5つの悪の中には、本日のこの講演会のテーマであるおもてなしに深く関わる飲酒と教員が含まれていることは注目に値します。このように当時日本を訪れた宣教師たちは多くの場合、日本の風習のみならず考え方や感覚、思考、自然の事物に至るまで自分たちのとは全く異なることに困惑し、その対応に苦慮していたのが実情でした。以上、貿易とまたこの布教、そして、彼らの、日本人観について、ご紹介させていただきました。それでは高橋様にお返ししたいと思います。はい、ありがとうございました。イエズス会のことですとか、宣教師の考え方についてですね、非常にこの後につながるお話をいただいたかなと思いますけれども、田中先生の方から何かこうご感想なりご質問なりありますか。はい、感想ということで、やっぱりあれですね、宣教師、同じ宣教師という立場でも日本のことを、日本人のことをよく書かれる人もいれば正反対な人もいる。これはやっぱり現代においても日本に訪れる外国の方もそういう、こう両方に分かれる方もいるんでしょうし、通じ合う。で、外国の方が日本人を見る、そういう見方もある意味現代にも通じるところがあって、やはり興味深いなと。この私のように信長の時期を研究している者にとっては、この宣教師たちが残した資料というのは非常に貴重な、外側から見た資料で、こういう形で東光先生に教えていただくのはありがたい機会 で、最後にご紹介いただいた日本人の語学というのも、確かに本能寺の変のことを書いた、フロイスの記録にもかなり光秀のことを悪く書いてますけど、主君に対する裏切りですとか、そういったところはやはり、宣教師にとっては許し難い、振る舞いというか行いなのだなということが分かりますし、最後のその飲酒の場面というのは、やはりこの宣教師の人々が日本の宴会、もてなし、そういったものをどのように、見ていたかということを、もっともっとちょっと東光先生に、詳しいところをお伺いしたいなというふうに思いました。以上です。本当にザビエルとかオルガンティーヌは日本人美意気のすごくいいことを書いてくれてるんですけど、カブラルはすごい上から目線で本当に両極端なんでしょうけど、それだけの文化が、違ったというか価値観が違ったということなんだと思います。
まあ、その価値観の違う、外国の方から見て、まあ、戦国時代信長のもてなしがどう映ったのかというところが、まあ、本日の、まあ、メインのお話になるのかなと思います。はい、ではまあ、メインテーマに参りたいと思いますが、もてなしといいましてもですね、さまざまな、まあ、おもてなしがありまして、まあ、全部取り上げると、まあ、時間が本当になくなってしまうので、大きく3つほど取り上げさせていただきたいと思います。一つはですね、食事ですね。まあ、この後ちょっとあと2つぐらい、話して時間があればもうちょっとと思うんですけれども、まずちょっとこの食事でのおもてなしということについて、さらにちょっと深く考えてみれればいいかなと思います。まあ、もちろんおもてなしに食事の接待というのは欠かせないかと思いますけれども、まあ、岐阜城で言いますと、山麓で先ほどもご紹介ありましたように、津田宗牛が一人のためだけの茶会を開いていただいている、フランシスコ・カブラルも、山麓に招かれてますし、フロイスは、フロイスあと山科時鶴も山の上で食事をしたりしているというところです。まあ、講演のまとめも含めまして、金子先生の方から改めまして、戦国時代の宴会といいますか、食事の接待について、ちょっともう一回お話をいただければと思います。はい、先ほど、まあ、講演の中でも最初の方にお話ししましたけれども、もともと武士の中でのこう共演というのは、その主従関係を確認する、上下関係を確認するような、そういう将軍と家臣という形で、非常にこう特に将軍が自分のお屋敷に、おなりに来たなんていう時には、こう豪勢な何千もの堅苦しいそういう宴会が行われていたんですが、宣教師たちの話を知ると、信長のあたりから少しそれが、カジュアルなという表現でいいんですかね、崩した形になっていると。でさらに先ほど申し上げましたように、信長は自らこう配膳したりとい う行いもしたり、そこら辺がだんだん型破り的と言っていいのか、面白い工夫が加えられているなと思います。また戦国時代のおもてなしでやっぱり重要なポイントというか機会は、茶会というところにもあるんだろうなというふうに思います。まあ、先ほども茶会記いくつか資料を見ていただきましたが、まあ今でも茶会というのは続けられておりまして、お茶を振る舞う、でそれを飲む、いただく、でその時に食べ物も一緒に行って、さらにお茶で使われる茶器ですとか、床の間に飾られてある飾り物、お花、そういうものをめでる、でそういうものを褒める、そういったこうやり取りがなされるわけですが、まあ、先ほどの津田宗牛の記録でも、自分が招かれていった時の茶会の記録や、自分がホストになった、自分が主催した茶会の記録、それぞれ別立てで作られてですね、まあ、こういうふうに茶会というのはもてなす側にもなるし、もてなされる側にもなるっていうんですかね、一人の人間がどっちかだけに偏るんじゃなくて、両方の立場で、そのもてなしの場面に関わる、そういうその機会をこう増やしているという意味では、まあやっぱり茶会というのはこう戦国時代の人々にとってもてなすこと、もてなされることというものをこう浸透させていったような、そういう機会でもあったのかなということを考えていたりしました。ちょうど今の画面にその津田宗牛がおもてなしをしたという記録をもとに作った食事の模型ですね、岐阜市の歴史博物館の展示物ですけれども、その写真を出させていただいております。真ん中が1の膳、右が2の膳、左が3の膳で、まあ、海産物もかなり豊富に入っておりますよね。アワビ、左上アワビとかありますし、で左のさらに奥には干し柿があると、まあ、こういった食事風景なわけですけれども、少しちょっと視点を変えまして、じゃあ
まあ、東郷先生にお伺いしたいんですけれども、ヨーロッパの方はどんな食事風景だったのかというところをちょっとご紹介いただければと思います。はい、皆様、プリントの方を、ご覧ください。日本のおもてなし、信長公のおもてなし、食事でのおもてなしですね、2-1 です。これは先ほど、申しましたルイス・フロイスの日朝文化比較からの引用なんですが、これは食べ方の違いをですね、ヨーロッパと日本の、食べ方の違いについて、比較したものなんですが、2つあります。1つが、我々は全てのものを手を使って食べる。日本人は男も女も子供の時から2本の棒を用いて食べる。まあ、つまり日本人は、箸を使って食べるんだと、しかし自分たちは、手を使って食べると、こう言っております。そしてもう一つですね、我々は食事の前と後とに手を洗う。日本人は食品に手を触れることがないので手を洗う必要はない。ここでその手を使って食べるということで、ヨーロッパの人たちが手を汚さざるを得ない、ですから、まあ、食事の後にも手を洗わないといけない。まあ、私も子供の頃よく、外から帰ってきたら手を洗えとか、食事の前手を洗えとか、まあ、よく言われましたけれども、さすがに食事の後に手を洗えとは言われませんね。まあ、この比較がよく示していると、思うんですけれども、まあ、当時、特にポルトガル、スペインではフォークに当たるものがなかったんですね。ですから、まあ、肉を食べるにしても、まあ、ナイフで、肉をこう切り取って、そして手で、つまんで食べるわけですね。まあ、一応指の第一関節より上を使ってはいけないとか、まあ、そういうマナーはあったそうなんですけども、まあ、結局そうすることで、手がですね、肉の油で汚れる。それを、拭うためのナプキンがありまして、それでこう拭うと、あるいはなければ、テーブルクロスで拭うと、まあ、そういった食べ方だったわけですね。ですから当然手や食卓が汚れるわけでして、まあ、その点ですね、日本の食べ方というのが、まあ、この比較にもある通り、一切手を触れない。そして2本の棒を使って巧みに食べる、かけら一つこぼさずに食べると、まあ、そういったことを宣教師も報告しています。で、日本の食べ方、食事についてはですね、これはポルトガル人の宣教師でアルメイダっていう人、この人は初期の日本布教で非常に活躍した人で、宣教師になる前は、貿易商人として東アジア一帯で活躍していた人物なんですね。で、その商人を辞めて、そして多額の資産を、日本イエズス会に寄進して宣教師になると、まあ、そういったちょっと変わった、まあ、肩書きの人物なんですが、その人が次のように日本の食事について述べています。日本の地は美味な食べ物が極めて乏しいので、私が称賛するのは食事ではなく、早速何か今日のテーマを真っ向から膝掛けにするような、言葉ではありますけれども、私が称賛するのは食事ではなく、給仕や秩序、清潔さ、道具である。発見された土地の中では共演を開くに際して、日本ほど清潔かつ整然と行いうる地はないと私は信じると、まあ、このようにですね、まあ、日本の食事の清潔さというのは、まあ、このアルメイダだけでなく、他の宣教師たちも複数がですね、同じように、ヨーロッパに報告しています。そして、まあ、肝心の今、アルメイダが否定した、日本の食事についてなんですが、これについて、まあ、はっきりと述べている、記述がありましたので、ちょっと引用しました。プリントの方をご覧ください。宣教師の、まあ、和食感とでも言いますか、宴会では無数の食べ物を供するが、その中には必ず生の魚が入っている。
彼らはどの食べ物も大いに喜んで食べるが、司祭らにとって宴会に出ることは常に大きな苦痛である。というのも15ないし20品の食べ物のうち手をつけられるものは一つとしてないが、食べざるを得ず食べることは相当な苦しみとなるからである。また彼らは我らが魚を食べないことを怒りはしないが、もしこれを食べるところを見れば非常に感激し、彼らを喜ばせるため我慢する人は天より来た聖人に違いないというのである。全く否定的な言葉ばかりで、ちょっと、日本人としてはえっという感じなんですけれども、特に刺身が、一番、苦痛であったようです。まあ、当時の宣教師たちの書簡を見ますと、もうすでに刺身という日本語がもうポルトガル語化されて使われていたという、状況ですので、まあ、よほど、刺身というのが彼らにとっては耐え難い食べ物だったのかもしれません。また、これも、先ほどの、フロイスの日曜文化比較からの引用なんですが、おそらくこれは慣れ寿司について述べたものだと思います。我々の間では腐敗した肉や魚を食べたり送ったりすることは無礼なことである。日本ではそれを食べまた悪臭を放っても躊躇することなくそれを送る。おそらくこれはフロイスは約14年間、この関西、まあ、京都を中心に、布教活動をやっておりましたので、そしてまた、信長の本拠であるこの美濃や尾張、そこの行き来もしておりましたので、おそらく、近江の、船寿司のことではないかと思うんですけれども、まあ、彼はその、船寿司をですね、このように腐敗した肉や魚と、まあ、腐敗した魚ですね、腐った魚ということですけども、まあ、このように表現しているところがやはりちょっと、私としては引っかかります。まあ、発酵しているというところまでは分からなかったのかもしれませんけれども、腐ったと表現しているところ、また、これの近くのところに、もう一つ比較がありまして、味噌について比較しているところがあります。これは調味料として比較しているんですけども、まあ、日本では何でも味噌で、味をつけるというそういう、下りなんですが、そこでもやはり味噌のことをですね、米と腐った、穀物で作られたものだと、そういうふうに同じように表現しているんですね。まあ、フロイスという人は個人的な感想っていうのをほとんど書かなかった人で、まあ、いろいろと日本についてたくさん記録を残しているんですけども、そして、まあ、客観的なその、ものの良さであったりとか日本の建築の、素晴らしさといったそういった評価は盛んにこう書いてるんですけども、彼個人がそれについてどう思っていたかということがほとんど彼は書いていないんですね。ですから日本の食事についても彼がどう思っていたか、というのは分からないんですけども、まあ、今引用しました、慣れ寿司と、味噌のですね、この比較に、使われている表現、腐ったと言っているところからすると、ひょっとしたらフロイスは日本の食事が、あまり合わなかった、好まなかったのかもしれません。そして、この日本食に関して、あるいは日本の、儀礼に関してですけども、日本にやってきました先ほどのバリリアンですね、日本巡察使、ということで、まあ、日本の布教状況を巡察しに来た人物なんですが、イタリア人ですね。その彼は彼らの食事、教法、娯楽、儀礼に接し、これらを耐え忍ぶことは我らにとってこれほどの苦痛や苦行は今までなかったと言わねばならぬことであり、我らイエズス会を統括するに際しては日本人の風習に順応させること以上に困難なことはないと思われると、まあ、このように、彼は結論付けています。まあ、しかしバリリアーノもですね、結局は、日本人の、この風習が変わらない限り、また日本人の考え方が変わらない限り、我々は日本の風習に従わざるを得ないということで、彼は、日本での、布教方針を大きく改革しまして、
まあ、ほぼ全面的に日本に順応する、布教方針を決定するんですね。まあ、しかし彼の本心はどうだったかといいますと、やはり、ヨーロッパが最善最高の文明だという思いはあったようで、まあ、その辺ですね、まあ、彼も、なかなか辛かったと思うんですけれども、日本の風習に合わせざるを得ないという、まあ、そういう布教上の、理由によってですね、まあ、改革はしましたけれども、まあ、本心はこういうところにあったんじゃないかと思います。はい、それじゃあ、はい、ありがとうございます。結構衝撃的な話がいっぱいありましたけれども、金子先生いかがですか？あのおもてなしをやってた日本人側から見てこんな風に思われとった話ですけど。面白いですよね、やっぱり。あの、まあ、当時の人たちが、まあ、向こうの人たちが手で食べている、まあ、今も手で食べる文化は各世界にありますけど、そういうところに対して日本は箸を使っているっていうとあたりの対比もそうですし、まあ、あと清潔なところっていうのはやっぱり今の日本でも起こるべきところだと思いますし、あと船寿司もあれなんですかね、その向こうで当時発酵食品っていうのはあんまりなかった、どうなんでしょう。いや、それはあるにはあったと思うんですね。ですから、まあ、フロイスがどういう意図でこういう表現をしているのかっていうのはちょっと測りかねますけども、まあ、この日曜文化比較っていう作品は、いかに日本とヨーロッパが異なっているかということを、示すための、まあ、マニュアル本として作られたんですね。ですから、ともすればその違いを強調しすぎているところも、まあ、ありますので、この腐ったという表現も、まあ、彼の誇張というふうにも、まあ、考えられなくはないです。はい、まあ、日本の風習といいますか、日本の文化に溶け込んで、まあ、活動、布教活動を進めるために、まあ、いろいろ我慢していたことがあったのかなということなんですけれども、確かフランシスコ・カプラルが岐阜に来た際には、食事を振る舞ってますけれども、確か肉も出してたと思うんですよね。ちょっとそのあたりをご紹介いただけるとありがたいです。はい、これは1572年に、当時日本布教庁だったフランシスコ・カブラルというですね、ポルトガル人の、司祭が、岐阜を初めて訪れた時のことですけども、信長がですね、このカブラルに肉を食べるかと、まあ、聞いてるんですね。まあ、これはまあ、宣教師たちも まあ、肉っていうのは、まあ、欠かせない、ヨーロッパ人にとっては小麦のパンっていうのが主食だとフロイスも言ってますけども、小麦のパンだけでは当然栄養が足らないわけで、まあ、牛肉、まあ、そういう肉類をですね、やっぱ食べざるを得ない。で、実際カブラルは先ほど言いましたように教会の中では普通に西洋式の生活をしてまして、テーブルと椅子についてですね、そして教会内で肉を食べていた、牛肉をですね、で、その当然手で食べてますんで、その肉の脂がついたのをそのナプキンでこう拭うと、そうするとそのナプキンからその肉の脂の匂いがこう香り立つ。それで、日本人の信者でさええー、それを嫌って、教会から遠ざかるというようなこともあったようです。で、まあ、そういったことをおそらく日本の仏教僧侶は肉を食べないのに、宣教師たちは食べると、まあ、そういったことを当然信長も、耳にしていたはずですから、まあ、それで、まあ、信長も、まあ、そのあたりを確認したかったんじゃないでしょうかね。で、その時のことをカブラル本人が、その報告書に書いてあります。皆さんのお手元のプリントにも引用してございますのでご覧ください。その後一人の召使いを呼び、彼に対し世の庭にいるあれらの鳥たちを殺させ、それらを十分に焼くことを承服するよう命じました。これらは非常に美しい鳥たちで、日本では大変愛好されており、彼が庭園で飼っていたのはそれらを楽しむためでした。
しかしながら我々をもてなすためにそれらを殺すよう命じたのですと、カブラルは報告しています。あ、じゃあお返しします。 ありがとうございます。ちょっとこの記述前から知ってはいたんですけど、今日のお話も聞いて改めて考えますと、すごくなんかこう日本の食文化の押し付けじゃなくて、なんか好みを聞いた上で、肉料理を出すという、なんかそういう相手が満足するように気遣うというか、まあ、そういったなんかこう信長の気遣いみたいなのが、まあ、見えるなっていうのが私の思い感想なんですけれども、まあ、信長の時代に共演が変化していたという話で、今日金子先生からもお話しいただいたと思うんですけど、こういうのってどうですか、信長ならでは何でしょうかね、この時代に一般的にこうやって変化していたんだろう。どうなんでしょうね、私もそこら辺信長以外の人がこういった気遣いを見せていたという、あまりそこら辺が認識に入ってなかったんですけども、まあ、我々現代でも今でこそこう何かお招きに預かる前に、なんか弁当を出される時に何かアレルギーがありますかとか聞かれる機会が多くなって、でこれはやっぱり相手に出す時に相手に対する心遣いというものを示すもので、そういったことがもうすでに信長がやってるっていうあたりは非常に面白いというか、まあ結構すごい気遣う人なんだなというのを改めて思います。そうですね、本当に同感だと思います。まあ、ちょっとそういった気遣いを食事の面でもしていきたいというのを再確認できたかなと思いますけど、それではちょっとあ、ちょっといいですか。はい、私これ読んだ時にちょっと意外に思ったんですけども、まあ、確かにその、まあ、相手の好みを聞いて、そのじゃあ肉を出してやろうと、まあ、信長は思ったと思うんですけども、ただその庭で、まあ、飼っているとカブラグは書いてますけども、それは彼の判断であって、鳥かごの中に入れてたその鳥をですね、じゃあそれはもう調理して出せと、言ったのかもしれませんけども、そうでなかった場合、これおそらく岐阜城の山にいる鳥を、あるいは庭に遊びに来る鳥を捕まえさせてっていうことじゃないかなと、まあ、そういうふうにもちょっと感じまして、いや、いきなりこういうことを言うのかなと、思いまして、まあ、そのあたりが臨機応変といいますか、もたなしをするのに方法は選ばないっていうわけじゃないですけど、なんか、そういうところを感じまして、まあ、私読んだ時はちょっと意外に感じました。あらかじめ仕込んでたんじゃないかなという気もするでもないですよね、こういうのね。ちょっとどんな鳥なのか非常に興味が湧くわけですけれども、ちょっとまた後で振り返りがあると思いますけれども、じゃあちょっと次のテーマに行ってみたいと思います。食事以外にですね、贈り物っていうのもあるかと思います。これは写真はですね、全然当時のものじゃなくて、今販売しているお餅でございますけれども、ちょっと適当な写真がなくてこれにさせてもらいました。岐阜城でもですね、フロイスと信長が贈り物を贈り合う、場面が何回か、あるかなと思います。今日 の金子先生の資料にも、何でしょう、シャツとか、シェイラの白裏でしたっけ、ズボン下とか、を、送っていたり、逆に信長からも服を送り返されたりとか、まあ、こんなことを、してます。まあ、信長っていろんなものをですね、まあ、もらっていた、送られていたかなと思うんですけれども、その贈り物事情といいますか、金子先生いかがでしょうか。そうですね、やっぱり当時の武士同士のこう贈答というのは、まあ、武士が日常的に使う馬なんていうのは特別ですし、太刀もそういう特別な機会に送ったりしますし、服もそうですね、まあ、服もまあ布地からこう板に巻かれた板物という布地だったり、そういったものを送ったりしますが、まあ、あと先ほど言ったのは茶器もそうです。これは京都の上賀茂神社に残る文書の中で山陽状という収支決算書なんですが、ちょうど天正10年の5月かな、武田氏を滅ぼした後、上賀茂の人たちが信長におめでとうございますということでお祝いを送った時のその品目をあつらえたその、決算書なんですが、
まず最初のところにふさしりがいと書いてあります。これ馬につけるふさふさ の飾り物で、これを2つ送ってます。その後信長と一緒に神社の仲介をしている丹羽長秀にも送ってます。こんなふさしりがいというお尻の方につけるふさふさのやつですね。でもう一つ注目したいのは真ん中にあるこの南蛮餅っていう100というやつですね。これ200文って書いてあるので1個2文なんですけども、これが興味深くて、多分これは南蛮餅という言葉で出てくるのはかなり一番最初、歴史的に一番最初なんじゃないかっていうふうに思うんですけれども、実はこれどういう食べ物かわからないです。少し後の江戸時代ぐらいになると同じような名前で作られているお菓子があるようなんですが、それと同じかもわからなくて、でこれはまあその前にまんじゅうも書いてあるので、まんじゅうの値段と比べると、まんじゅうより安いんですね。まあまんじゅうより餅の方が作り方は簡単でしょうからそうなのかもしれませんが、でこのあと南蛮餅って全く出てこないので、ひょっとしたらこの上賀茂の人たちは信長は南蛮というものが好きだって分かってて、で京都で南蛮餅という名前で1個2文で売られてたものがあったんで、これをちょっと信長にこの機会にプレゼントしようみたいな感じで、その南蛮餅っていう銘柄というか名前の餅を買ってきて、おめでとうございますというふうに言ったのかななんていうふうに思いまして、これもやっぱり神社の人にとっては相手を考えて準備する、でこれは南蛮餅ってやっぱ信長だからこそっていうことにあるんじゃないかなと、信長の南蛮好き、このあたりですね、まあ東光先生にもお伺いしたいところではありますが、そういうところですとか、まあ信長はかなり贈り物についても現実的で、もらったら全部もらうんじゃなくて自分が使うものだけ取っといてあとは返すとか、あと時計とかをもらってもこれは自分が使いこなせなさそうだからいらないって返すとか、結構そういうところは率直で現実的な人っていうこともあって、そういうその贈り贈られの資料を見ていくと織田信長っていう人のこう人物的なこう人物像ですね、それもこうよくわかることになるなというふうに思ったりしました。ありがとうございます。宣教師はいっぱい贈り物を信長にもしてると思うんですけど、まあ、贈り物の宣教師サイドの裏事情といいますか、そういった宣教師がですね、相手に気に入られるために、いろんな贈り物をしていると思いますけれども、まあ、ちょっと今のその、南蛮餅の話も含めてですね、まあ贈り物事情といいますか、はい、まあ、そういうのをご紹介いただければ。今の南蛮餅のお話ですけど、それは私ちょっと知らなくて、先生のご本を読ませていただいて知ったことなんですけども、ちょっと面白いなと思いまして、まあ、素材から見るとあまり洋菓子という感じではないんですけども、まあ、当時はヨーロッパのお菓子というのは宣教師たちが積極的に布教に利用しましたの でまたヨーロッパではお菓子というのは修道院で作られていたんですね。さまざまなそのお菓子のレシピが、修道院で、開発されてまして、まあ、偉い、聖職者が修道院を訪れた時にそのお茶を受けに出すとか、まあ、そういったことをしてたようですけども、まあ、そういうヨーロッパのさまざまな、お菓子が、日本に当時さまざまもたらされていたわけで、まあ、江戸時代の初期に南蛮料理書きっていう、日本の資料がありますけども、まあ、それにこの南蛮菓子と当時呼ばれていた、西洋のお菓子ですね、例えばカステラとかコンペイトとか、まあ、そういった今はそういうものしかあまり耳にしないと思いますが、当時はもっといろんな種類のお菓子が、日本に伝えられていまして、まあ、ちょうど当時日本も茶の湯の最盛期でしたから、まあ、日本人にも、喜んで受け入れられたようですけども、そのレシピが南蛮料理書きという、記録にも記されていますですね。ただ、まあ、南蛮餅というのはちょっと私も聞いたことなかったので、
ひょっとしたら、まあ、そういう南蛮風のということで、物自体は日本のお菓子 で、まあ、名前にその南蛮というのをつけて、その雰囲気を出して、売っていたのかなという感じもするんですけども、まあ、あの贈り物に関してはですね、まあ、皆さんあのプリントの方をご覧ください。これはあのヨーロッパの習慣ですけども、日本と違いまして我々の間では人を訪れるものは何も持っていかないのが普通である。日本では訪問の時大抵いつも何か携えていかなければならないと、はい、この人を訪ねる時の手土産ですね、これがあのヨーロッパにはない習慣だったんですが、さすがにあの日本で布教するイエズス会の宣教師たちもこの風習は無視できなくて、やはりあのキリスト教をですね日本人に受け入れてもらう、必要があるわけで、まあ、そういう日本人の間で欠かせない、風習というのはさすがに、宣教師たちもあの無視はできなかったですね。ですからこれ採用したんですけども、まあ、バリラノも報告書に書いてますが、これが非常にあの当時のイエズス会の財政を圧迫するほどあの負担になっていたそうです。ヨーロッパに報告してます。とにかく人を大臣を一人訪ねるとすればもう訪ねるたんびに何か持っていかないといけないと、でところがまあそれに大層お金がかかるんだと言ってですね、報告しています。で、プロイスが例えばあの信長に送ったものとしては、まあ、これ有名ですけども、一番初め1569年3月30日、まあ、陽暦ですけども、最初にあの京都で、訪ねていくわけですよね。ところが信長はあの会わずに遠くからフロイスを眺めていたっていうんですけども、まあ、この時、フロイスが持っていった、贈り物っていうのがさすがにやっぱり最初ということで決まったんじゃないでしょうかね。ヨーロッパ製の大鏡、クジャクの王、黒いビロードの帽子、ベンガルさんの杖、というですね、まあ、なかなか、珍しいものを、持っていったなと思うんですけども、ところがあの信長はそのうち、帽子だけを、受け取って、あとはフロイスに返したっていうですね、まあ、これも珍しいなと思ったんですけども、まあ、帽子を受け取ったというところが、まあ、あの信長の好みだったのかなと。確かに当時日本人の間ではこの南蛮帽と呼んでいたんですけども、ヨーロッパの帽子ですね、これが流行ったそうで、例えばあの神戸市立博物館にあの扇の、 あの扇面画ですね、扇で描かれた絵ですけども、それがありまして、それはあの、あの京都にありましたあのイエズス会の教会の絵なんですね。3階建ての和風建築を描いてるんですけど、ちょうどその、教会の、近くですね、道路の十字路がありまして、その角っこにですねお店がこう品物を並べて売ってる絵が描かれてます。でそれをよく見ますとこの南蛮帽なんですね。ですからまあその絵も示していますように、このヨーロッパの帽子っていうのは日本人にとって、結構好まれたもののようです。まあ、ひょっとして信長がそれを被ってみせて、まあ、それが、影響したということもあったかもしれません。それから、初めてあのフロイスが信長に謁見できたのがその、翌月の1569年4月19日ですけども、京都の、二条城、まあ、現在の二条城とは場所が違いますけれども、二条御所といわれるところですね、その建設現場でまあ、つまり屋外ですけども、そこで初めて謁見が叶うんですね。でその時、持っていったものっていうのが確かこれはあのフロイスの日本史には書かれてなかったと思うんですけども、まあ、当時、謁見した後にフロイスが書いた報告書に、書かれてあったと思うんですが、ガラス瓶に入った金平糖ですね、それからろうそくを何本か、ということで、このガラス瓶入りのコンペイトーと、まあ、いうのも、まあ、おそらくフロイスは事前に信長がお酒を飲まないということを聞いていたのではないかと思うんですけども、というのがあのザビエルは一番初めにあの日本を
山口の大名の大内義隆に会った時の贈り物の中にはブドウ酒があったんですね。ところがそのブドウ酒でなくこのガラス瓶のコンペイトを持っていったというところが、おそらく、信長に合わせて、フロイスは贈り物を選んだんじゃないかなと、思います。それからこのフロイスがですね、もう少し後になりますけれども、日本にやってくるバリラーノに対して、日本人にどのような贈り物をあげたらいいかというですね、そういうあの、手紙を送ってまして、その中にですね、仮に一人の大臣と語るため年に30回尋ねるとすれば30回とも何か品物を携えていかなければならないと、こういうですね、日本人と対等に、付き合うためにはこれが欠かせないんだと、そうあの説明しまして、具体的にリストを載せてます。それが皆さんのお手元にも、ありますのでご覧ください。砂時計とかビードロ、ビードロはこれガラス製品だと思いますね。それからメガネとか、ポルトガル製の帽子、これ入ってますね。それからポルトガル製布地の街灯とか、こういう珍しい西洋の、品々、そして、あとはインドとか中国の、布地であるとか、あるいは西洋菓子とか、漬物、それからお香も含まれてますけども、こういう海外の珍しいものですね、それを、一般の日本人の有力者に送るといいと言ってリストアップしてるんですね。そして、キリシタンの、有力者に対しては、ほとんどご覧の通り、信心の道具を、示しています。でこう見ますと、その先ほどの信長に送ったコンペイトーですけども、これはあの、初めて謁見した時に送ってからですね、それから数年のうちでしたか、再び信長に、コンペイトーを送ってるんですね。直接手渡しはできなかったのでキリシタンの武将に頼んで届けてるんですけども、そういったことがありました。そしてその後ですね、これ1577年の手紙ですけども、バリリアムが日本にやってくる2年前に、バリリアム宛てに送った、手紙なんですけども、この中にも再び、先ほど帽子のことは言いましたけども、瓶入りのコンペイトーと、最初に送ったのと同じですね、瓶入りのコンペイトーという言葉が、記されています。こうやって見てみますと、少なくともフロイスは信長に3回、送ってるんじゃないかと、確実には2回ですけども、そうすると、ひょっとすれば信長はコンペイトを気に入ってたんじゃないかなと、それでフロイスが、気を使って、このリストの中に加えたんじゃないかというふうに、私は思ってるんですけども、はい、以上です、はい、ありがとうございました。相手を思って何を送ったら喜ばれるかということで、贈り物っていうのは贈り合うのかなと思うんですけれども、フロイスはフロイスなりに、信長は信長なりに相手に気遣っていろいろ贈り物をしていたのかなと思います。すいません、ちょっと実はですね、もうあと5分ぐらいになってしまいましてそろそろ締めに入らせていただこうかなと、思っております。3つって言いましたけど、ちょっと2つで、終わらせてもらいますが、もう一つは本当斜めでのおもてなしっていうのもあるかなというお話を、考えてました。岐阜では景観を見せて、おもてなしをするということで、自慢の風景を見せると、そういうのもですね、一つのおもてなしなんだろうと、思っておりました。今日はですね、金子先生、東子先生、双方のお話、非常に興味深いお話を聞いてきたわけですけれども、信長のおもてなしをまとめると、何だと思いますかというのを、ちょっとお一人ずつちょっとコメントを、いただければと思います。はい、私の話の中でも申し上げましたけれども、やはりサプライズをするということと、結構こう自慢、過剰に自慢をするような。でこういったことは今まではこう信長の権力者としての威厳を示したいというところがあるというような理解がされがちでしたけれども、一方で自分自身がこういったことを喜んでやっていたりというところを考えると、
やはり自分でやることあたりが信長、まあ、これが秀吉にも受け継がれていくんだろうと思いますけども、そういうところが信長のおもてなしの特徴かなというふうに思います。じゃあ東郷先生お願いします。はい、私今回のことでいろいろそのおもてなしの面からもいろいろ宣教師たちの書簡を調べてみたんですけども、まあ、そこからこう感じたことっていうのが信長のイメージがちょっと変わったなっていう、まあ、そういったところを私感じてまして、というのが非常にあの気遣いをする人だなと、思いやりと言いますか、例えばあの先ほど言いました初めて謁見した時のことなんですけども、これフロイスの日本史に、まあ、一応一つは書いてあるんですけど、もう一つのことが書かれてないんですが、当時の報告書を見ますと、初めて会った時に信長がフロイスに対して、二つの気遣いをしてるんですね。一つはあの、まあ、この記述によりますと、あのフロイスがこう言ったということが書いてあるんですけど、最初の一つは日が当たるから頭を覆いなさいっていうセリフです。そしてもう一つが謁見が終わって信長の前から、下がる時にですね、下がっていく、フロイスの、背後から信長が 2,3 度声高にこう言ったっていうんですね。構わないから草履を履きなさい。まあ、つまりこの2つのセリフから何が、分かるかと言いますと、フロイスがその時に取っていた仕草ですね、どういう礼儀を示していたかというと、まあ、一つは頭を覆いなさいということは帽子をかぶりなさいという意味ですね。つまりフロイスは信長の前に出て、まかり出た時に、ヨーロッパ風の挨拶であるその帽子を取るっていう、それをしていたということですね。それともう一つは帰り際に草履を履きなさいと言ってくれたということは、これは信長の面前にいた間フロイスは屋外であるにもかかわらず、靴を脱いでいた、まあ、これはあのフロイス本人書いてますけど、藁の草履を履いてたということなんですけど、いながら出てきた草履ですね、西洋の靴じゃありませんけど、ですから、まあ、その草履を脱いでいたということが、まあ、これはあの当時ヨーロッパの人たちが、日本ではその靴を脱ぐことで相手に礼儀を示すというふうに理解していたようで、したがってあのフロイスは西洋風と日本風の両方 の, その礼儀を、礼法を取ったということがわかるんですけども、まあ、このようにあの、信長がこうやってフロイスにですね、気遣って、このようなことを言ってくれるとか、まあ、こういうですね、意外とあの今まで思っていた信長のイメージとだいぶ違うなと、そういうのを感じましたんですよ。それとまあ最後あの私申し上げたかったのが、あの信長の綺麗好きですね、これについてはもう説明する時間がありませんので、まだ一応説明をつけておきましたので、また皆さん後で、お呼びになってください。この日本の清潔さっていうのを、まあ、一番に外国人にアピールしたのが信長ではなかったかと、そしてそれに影響されたのがイエズス会の宣教師たちで、布教方針にも影響しました。そういったあの現代につながるですね、その清潔さ、これが外国人にとってはあの大きな、癒しになっていて、それがあの宣教師の報告書にはたびたび書かれていまして、清潔という言葉とともにですね、どれほど心の慰めになったかということが記されていまして、まあ、これも信長にとっての、信長の外国人に対する大きなおもてなしになっていたのではないかなと思います。はい、すいません、はい、ちょっと何回もありがとうございました。あの本当にあの今日は最初から伺ってまして、まあ、料理ですとか贈り物ですとか、まあ、その、まあ、なんでしょう、根底はなんかこう相手のことを思いやるというような、まあ、そういった気遣いがまあ感動させたり満足させたりしてて、まあ、信長さんのすごく記録が残っているというのが大きいんですけれども、まあ、そういったの信長の一面がよく伺えたかな、再認識できたかなと思っております。あの坂本城ですとか安土城とかでのこうお城を、まあ、見せるというか、あのもちろん岐阜城でもそれに先駆けて、やっているわけだと思うんですけど、あの、まあ、自慢の町だと、いうふうに、考えてまして、まあ、美濃へは何度でも訪れよってフロイスとはにこう別れ際に信長が言ったと、思いますけれども、まあ、そういった
ですね、なんでしょう、まあ、あの町を誇って、町というか自分のいるところを誇ってそれを見せるという、まあ、そういう精神は我々も岐阜市民として、こう持ち続けたいなと、いうふうに思いますし、あとはやっぱそのギャップですよね。なんかこの怖いイメージの信長が、あのだからこそこんだけ感動するっていう、まあ、そういったいろんな面があるのかなと、思いました。すみません、あの信長のおもてなしの舞台、この岐阜市が、まあ、今も観光資源になってまして、まあ、それを、まあ、今日本遺産というのに認定されております。まあ、これを観光振興にも、まあ、生かすということで、まあ、求められているわけですけれども、まあ、本日先生方に伺ったような内容をですね、まあ、もっとストーリーの深掘りをしながら、まあ、調査研究をしていくことも非常に大事だなというふうに、再認識、いたしました。でちょっと最後に先生方にお願いがあるんですけれども、ちょっと今日で終わりではなくてですね、今後とも、信長のこのおもてなしを極めるためにですね、アドバイザーといいますか、になっていただけたらいいかなと思うんですけど、皆さんいかがでしょうか。よろしいですか、先生。はい、喜んで、ご協力させてすみません。はい、喜んで。ありがとうございます。サプライズです。今後ともですね、お二方の先生にはですね、いろいろご指導いただきながら、取り組みを進めていきたいと、思っております。まあ、ご了承いただけたところで、時間が参りましたので、これで対談を終えたいと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございます。でも食べると喜ぶと知って食べてくださった宣教師の皆さんの思いやりもよく分かりましたし、相手の好みを聞いて贈り物をした信長公のおもてなしもよく分かりました。本当にありがとうございました。今一度大きな拍手をお願いします。